ですね、しばらく、入院しておりまして、退院一発目のこの釣り、まあリハビリがてら、冬のおかっぱりをしてみようかなと思いまして、フィールドへやってきました。まあ琵琶湖へ注ぐ川ですね、もうすぐそこ琵琶湖です。で、まあカバーを打ちたいなということで、カバーを探してきたらこんないいカバーを見つけてしまいました。あー打ちたい。もうね、病室にいる時からこういうカバー打ちたいなっていうあるじゃないですか、釣り人なら誰しも。そういうわけで今日はこのカバーにサステキを入れていきたいなと思いますね。ワームサステキ黒で、サステキの1オンス、そしてパイルドライバーの30、これで言います。キャストとかできるかな。もう10日ぐらい釣りしてませんからね。刺してブチュッ、刺してここに針を通すと、で思いっきりこれ身に針を刺しておく。これで OK でございます。久しぶりの釣りやな。P 巻いてます。でロッドはポイズンのヘビーゲージ、ガチガチです。そしてジリオン、このセッティングでいきます。うわーこれ楽しいで、これこんな打つとこいっぱいあったら。えっ浅っ、これむちゃくちゃ浅いですよ。めっちゃ浅いっすよ。水深20センチ。お、ここ30センチぐらいある。まあ30センチからですね、30センチ以上は欲しいですね。こういうフローティングマットはほんまに冬でもめっちゃ魚安心して入りますからね。特にこの寒暖の激しい時っていうのは、このマットがあることによって水温の変化っていうのがすごくマイルドになるんですよね。いきなり上がったり下がったりする、まあそんな時期ですけど、こういうマットの中は常に一定に保たれてるっていうか、まあ思いっきり冷えた時でもそんなに下がり幅が少なくて、魚のコンディションに影響を及ぼしにくいですね。まあこういうカバーの中におる魚って入ったらもうね、入るっていうことがすごく大事で、入ったら食うんですよ。だから優先順位としてはまずこれ入るっていうことが大事で、例えばここにテキサスとかね、流行りの1オンスのテキサスリグとかカバーに入りそうなジグとか入れても入っていかない。でも入れば食う。何やったら入るかっていうとやっぱサステキですよ。水門ですね。水門っていうか、まあ、川ですね。これ流れ込み合流点。お、こっちめっちゃ美味しそうや。あー全部美味しそう。これ美味しそうですわ。ここはやっぱり浅い。
超朝や。お、ちょっと水深あったで。お、こんなにもある。ここは深い。風をブロックしてるし、まあ冷えやすいだろうけど。なるかつ。今日はバスちゃんに会えるかな。おお、めっちゃ深い。インディーズ DVD 人妻愛憎劇1月号。さて、深いの？ほっ、これはないですね。たこ焼き屋さんですよ。某川、某川のほとりの某川中地さんが行きつけのですね。そうっす。おお、これです。はいはいはい、じゃじゃーん、たこ焼きですね、やっぱり。おお、最高ですね。帰りますか今日。